今年も残すところ80日余り。店頭には来年のカレンダーが並び始めましたが、去年発売から1ヶ月で完売した人気のカレンダーが売り出されました。こだわったのは地元広島の今です。はい、2024年のカレンダーになります。手掛けたのは広島電鉄。定期券窓口などで昨日から扱っています。毎年人気 で去年なんかも大変待ち望んでいらっしゃる方いらっしゃって、県外からのお客様なんかも発売どこでしているのかとか、そういったお問い合わせもあるぐらい人気がありました。販売開始から10年余り、カメラ付きの社員が撮影していましたが、より魅力的なものにしたいと2023年のカレンダーから社内の公募制に。辰年の冒頭を飾るのは雪の日の朝を切り取ったこの1枚です。路面電車の運行を管理する川中さんが撮影しました。こちらですね。同じ位置になると思います。広電本社に隣接する千田車庫は関係者しか入ることのできないエリアです。今年の1月だったと思います。この日はもう大雪が降って、運行に支障があると判断し、雪対策のために早くこちらの方に出社をして、スマートフォンでこの写真を撮りました。渾身の1枚は積雪の状態を伝えるために撮った業務用の写真でした。たまたまスマートフォン画面覗いた時に綺麗だなと思って応募させていただきました。採用されるとは思ってなかったので、ちょっと私もびっくりいたしました。そして建設中のサッカースタジアムのクレーンが映るこの時だけの風景も。地元広島の路面電車と今にこだわった広島電鉄のカレンダーは限定1700部印刷します。こちらにそのカレンダーがあります。この表紙の写真ですけれども、円光橋町から的場町にかかる鴻神橋を渡る電車を収めた一枚です。このルートでの運行は2025年春に廃止となる予定なので、この風景ももうすぐ見納め。確かに新ルートは駅前大橋の方に、ね、行きますから、これ見納めになるんですね。あとね、この辺りも素敵でしたよ。はい、11月12月はこれ恵比寿大祭、はい、がね、賑やかな感じで、はい、確かに広島の今っていう感じですね。カレンダーとしても使えますけど、本当これ一枚一枚を撮っておきたくなるような写真ですね。はい、そうですね。一部900円、去年は1200部制作し1ヶ月で完売したので、今年は1700部制作しています。